ハウステンボス、列車。ハウステンボス、ウィーテンボス市は、九州旅客鉄道、JR 九州が、博多駅ハウステンボス駅間を、鹿児島本線、長崎本線、佐世保線、大村線経由で運行する特急列車である。本港では、ハウステンボスの前身にあたる、JR 九州が、文字港駅佐世保駅間を、鹿児島本線、長崎本線、 佐世保線経由で運行していた臨時特急、オランダ村、特急、オランダ村特急にいても記述する。特急、ハウステンボスは長崎県佐世保市ハリオ島に所在するテーマパーク、ハウステンボスの開業に合わせアクセス列車として1992年3月25日に運転を開始した。運転開始に先立つ同年3月10日にハウステンボスの最寄り駅として ハウステンボス駅が開設され、同時にハウステンボスを運行する目的で、廃棄駅ハウステンボス駅間の一区間のみ、電化された。大村線に乗り入れる優等列車としては、初の特急列車である。運転区間の線路容量の都合上、運転開始以来臨時列車の一部を除き、博多駅廃棄駅間は、佐世保駅発着の特急、緑に並結して運行されている。 一部の列車では、博多駅肥前山口駅間で、カモメとも並結していたが、2011年3月12日のダイヤ改正をもって、カモメとの並結運転は終了した。定期列車は4往復、下り3.513.15号、上り12.1422.24号で、平日は毎日運転の臨時列車扱いの1、往復、下り9号、 上り20号を含めた5往復体制で運行されている。土曜、休日や春、夏、冬休み期間は8から10往復に増発される。下表に記してある列車のうち91.96号以外の列車はすべて緑に並結して運行される。号数は緑に合わせられているため、ハウステンボスの号数には欠番が生じている。また、 臨時列車に関しては、平日にも、団体専用列車として運行されることがある。なお2017年11月30日まで、5往復運行の日には運行されないに往復、下り7.11号、上り16.18号の廃棄駅、ハウステンボス駅間の筋を用いて、同区間に、シャトル列車、ハウステンボスリレ号が運行されており、廃棄駅で、緑に往復、 下り7.11号、上り16.18号と接続していた。車両は、緑、下り7号、上り16号に接続する列車は、キハ66.67、軽機動車、緑、下り11号、上り18号に接続する列車は783、軽電車が充当されていた。なお、毎年1月1日の早朝に運行される。 カウントダウンイベント向けの列車には、ハウステンボスカウントダウン号という別愛称が与えられる。列車番号は、定期列車は、号数プラス 6000H、1.1091.96号、以外の臨時列車は、号数プラス 7000H、1.10号は、号数プラス 9000H、91.96号は 9033M、9034M である。 末尾が通常電車列車に用いられる、M でないのが特徴である。博多駅、二日市駅、鳥栖駅から新鳥栖駅、吉野ヶ里公園駅、佐賀駅、比ぜに山口駅、竹尾温泉駅、有田駅、廃棄駅、ハウステンボス駅。南福岡車両区に所属する783系、電車、ハイパーサルームの、ハウステンボス用4両編成が充当されている。 全車両中央の上降口を境に、ハウステンボス型の A 室と博多方の B 室に分かれており、駅や車内でもそのように案内されている。1992年3月の運転開始時点は485、軽電車の3両編成で運行していたが、1両、増結して4両編成で運行することもあった。基本編成は8から15車で、増結車は、 造10号車として運転。1994年3月より所定でも4両編成の運行となり、7から10号車。ただし1995年4月19日までは、従来の3両編成で運行することもあった。同時に外装が、それまでの赤一式から、赤、青、黄、緑の4色を用いたブロックパターンに改められた。 4 8 5系では1993年から1994年にかけての一部列車を除いて、クリーン車は連結されなかった。2000年3月11日に全列車7 8 3系での運行となり、同時に全列車にクリーン車が連結された。また博多方戦闘車、当時の10号車の区波 783K100 番台には、貫通路が設けられ、 それまでは不可能だった緑との平結時の両編成の行き来が可能になった。2011年3月12日からはカモメとの平結終了により号車番号がそれまでの7から10号車から1から4号車に変更されている。かつて上り列車の佐賀駅博多駅間では1号車 B 室を除く普通車指定席の空席に自由席特急券で 乗車可能の特例が設けられていたが、2018年3月改正で廃止された。この他に臨時列車として、所定の車両以外を使用する場合がある。2000年10月から11月にかけて、当時の81.825が787、計4両編成で運行された。また、1995年と1996年に、 ハウステンボス JR 全日空ホテルの開業及び開業1周年を記念して八8 1八二号にソニック当時はソニック日輪用の八百八十三系電車が満たされたこともある。なお八百八十三系がソニック日輪、ソニック以外の列車に用いられたのはダイヤ改正の前に短期間日輪に充当されたのを除けば二千八年三月十四日の ダイヤ改正まで他に例がなかった。また、ハウステンボスカウントダウン号などイベント時に運行される列車は783系4両5両8両編成のいずれかで運行されるが、8両で運行する列車は、ハウステンボス駅廃棄駅間は4両編成の運行となる。ちなみに787系と883系はいずれも ハウステンボス81.82号での運用が一般旅客列車としての初めての佐世保線での運用となっている。廃棄駅佐世保駅間に関しては787系は2004年に緑の臨時列車で初めて一般旅客列車で乗り入れ2011年からは定期列車でも乗り入れているが883系は現在まで一般旅客列車での乗り入れ実績はない。 特急、オランダ村特急は、長崎県西園木郡正秘町、現、西海市に所在する、長崎オランダ村、2001年平原への観光誘致のため、1988年3月20日に、小倉駅佐世保駅間で運行を開始した。週末や長期休暇期間中に運行される、臨時列車として運行されていた。1989年3月11日には、 文字港駅発着に延長されたが、同年4月29日の運転分から、下り列車に関しては、485系で、運転されていた西鹿児島駅、現、鹿児島中央駅行きの特急、有明と博多駅まで、閉運転となった。電車と機動車の並結自体はすでに、来庁と、湯、ウトピアワクラでなされていたが、ユ・ウトピアワクラは、来庁との並結時は、 無動力であったため、電車と機動車の動力協調運転は世界初の事例であった。1990年3月からは、閉結区間が都市駅までに変更されている。公表を博したことから1988年の夏季には、本来、オランダ村特急の車両が運用されない時間を利用して、博多駅佐世保駅間に臨時オランダ村特急として一。 往復追加運行されたこともある下り、オランダ村特急上り、臨時オランダ村特急下り、臨時オランダ村特急上り、オランダ村特急の順番で運行。1992年3月にハウステンボスが開園されたのに伴い、特急、ハウステンボスと入れ替わる形で運転を終了した。文字港駅、文字駅、小倉駅、戸端駅,駅、黒崎駅、 オリオ駅、カシ駅、博多駅、鳥栖駅、佐賀駅、竹尾温泉駅、背景駅、佐世保駅。一気派183系機動車1000番台が使用されていた。当初は3両編成で運行されていたが、有明との並結運転開始に合わせて4両編成に増結された。先頭車の車端部は1階はガラス張りの展望車と、し、運転席は2階に設けられた。外装は赤、青。 白を用いたトリコロール状であった。有明との併結運転時には、当初は右の編成表の通り、オランダ村特急の蘇生保、文字広報に、有明を連結していた。これはこの時点では協調制御が、オランダ村特急側からのみ出来算定システムで、オランダ村特急を前にする必要があったためであるが、後に485系側からも協調制御ができるシステムになり、 オランダ村特急の廃棄方に、有明を連結するようになった。なお、オランダ村特急の運転区間は全線、電化区間にもかかわらず機動車が用いられたが、これはキハ183系1000番台が、オランダ村特急運転日以外も長崎オランダ村の PR 車両として、九州各を運行する目的があったためである。オランダ村特急の運行終了後、千番台は、 改造の上で、久し台本線の観光特急、ユフインの森、通称、ユフインの森イよに転用されたが、キハ72系機動車の申請に伴い、ユフインの森から撤退。外装を、かつてのトリコロール町に戻すなどの再改造の上で1999年3月に、佐世保駅長崎駅間の特急、シーボルトとして、長崎地区に復帰したが、シーボルトは、 利用不振で2003年3月に廃止された後に再再改造され2004年3月から2011年1月まで UDX として再度日差し台本線で運用運用途中に外観の図書化変更ありさらに2011年6月4日からは4度目の改造を受けて遊ぼうイとして放飛本線で運用されているなお2016年10月から12月まで 長崎デスティネーションキャンペーンに伴い、博多駅ハウステンボス駅間に、臨時特急、あそぼうい、81.82号が運行されており、キハ183系船番台としては24年ぶりに、一般旅客列車として、長崎本線、佐世保線に乗り入れている、熊本地震の影響により、あそぼうい、が、本来の区間で運転できない事情もある。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。